萩名輪館の跡地に立つ萩市立名輪、小学校名輪館は、長州藩の藩校、水戸藩の行動館、岡山藩の静谷校と並び、日本三大学府の一つと称された。1718年、萩藩五代藩主、モーリー・が、萩城三の丸追い回し筋に創建。1849年には、13代藩主、毛利隆ー・が、藩政改革に伴い、 萩城下校向きへ移転。明林館の蔵書は、お牛宗来及び、宗来文化の著作や、藩主史学を標榜する著作が多く、主史学を標榜しつつも、実際は、宗来学に近い側面を有していた。また、蔵書の貸し出しは、書生以外にも認められており、宗来の聖壇の言説の影響が見られる。1863年、藩長の山口移転により、 上田法洋が1815年に山口市中川原に開設していた私塾、山口公道を山口名林館と解消、藩行に改め、萩、山口の両名林館が並立することとなる。責任者として名林館総武行の職が設置され、下半役支配下であった。萩名林館、有便館水田地萩名林館は、敷地内に名林小学校が建設され、 1929年12月17日、国の史跡に指定されている。敷地内には、遊美館、水連地、政権堂などの遺構が残っている。明林小学校の木造校舎は2014年3月まで使用され、2017年3月に敷地一帯が明治維新150年記念事業として整備され、本館は、萩市の観光拠点施設、萩、明林学者、 二号館は、世界遺産、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業萩エリアの、世界遺産ビジターセンターとなっている。小山優のデビュー作、俺は直角は、萩メリン館が舞台である。著名な出身者、編集山口メリン館は、山口公衆道時代の1861年に、山口市内中心部の亀山登録にある。 堀に囲まれた広大な敷地に移転した。山口名林館には文学寮と閉学寮が置かれていた。亀山高地編集亀山高地キャンパスはその更新書校に受け継がれ、110年間にわたり使用された。1973年、経済学部が山口大学本部のある吉田キャンパスへ移転、統合された後は、 パークロード建設のため犯行以来の堀も埋められたが、その後一部は復元され、跡地には山口県立美術館、法洋館、法洋料化石碑が建てられている。大村松次郎が幕長戦争を前に明林館兵学寮教授として山田昭義東府問寺塾生に対し、士官養成のための近代兵学教練を行ったのが、ここ、亀山高地である。 ありがとうございます。